っちゃ味いいんですよね。しっかりミニマヨかかってるやん。これはどうなの、潰すの。いやでもそこお好みやと思います。あ、俺ちょっと潰しちゃおう。恥ずかしい。ちょっとこれ潰しちゃう。スパイスね、絶対ね。こんなもんすごいな。学生、泣くやつやん。嬉しい。嬉しい。いただきます。アホちゃん作ったやつ。こんなもんアホやろ。でもこれ作った時に多分大将、俺アホやな。こんなん考えるって。わかります、宮田君が売れない理由。あ気づいちゃいました。なるほど、最近頑張っとんだ。やっぱ正直宮田子作った時と商品が違うんです。絶対これ宮田さんが作ったら売れるの確信ですけど、宮田子作った時はもしかしたら俺の知名度で売れるかなってちょっと心の中で思ったでしょ。なったかもな。それがやっぱね、やっぱ出てるんでしょうね、それがね。